東京根性合唱団は日本のプロ合唱団である。1956年に田中信明及び彼を含む東京芸術大学生学科の卒業生二十数名によって結成された。前身は田中らが所属していたアンサンブル研究会である。現在は一般財団法人合唱音楽振興会が運営するプロの音楽家による合唱団であり、 東京都では、第一生命ホールを、大阪府では、泉ホールを拠点に、年数回の定期演奏会を含む年200回の演奏会のほか、小学校、中学校での音楽教育活動、各種 CM、番組出演、数年に一度の海外公演、合唱曲の作曲移植、その初演など、様々な音楽活動を行い、文化庁から日本を代表する、 芸術団体に認定されている。団員8名で編成される、声楽アンサンブル東コン、ゾリス展としても活動している。創立者の田中信明の意向により、日本の合唱曲の創作及び普及に重心が置かれている。東コンが移植した作品は200曲近くに上る。放送局や自治体などからの移植作品も数多く、初演している。 東京混成合唱団が移植した作品については公式サイトの移植作品リストを参照。ここではそれ以外のものを紹介する。ありがとうございます。